から教えてもらいました。まあ、男としてのジャケットの身だしなみとは何だみたいなものがすごく、今は結構彼自身割とこうなんか許容してくれるんですけど、結構厳しくてね、ポロシャツにバミューダで来るでしょ。でおめえここは街なんだからそういう海行くような格好するのはやめろって、そういうことをいちいち言うんですよね。で僕らにとってはそれがまたこう M 的にこう来るじゃないですか。言われちゃったって。だからそんなことをね、そういうこうもう普段からこうしなさいああしなさいっていうのをね、とても愛情を込めてねいろいろ言ってくれて、まあ、そんなこんなで僕にとっては本当に恩師の、イタリアのいろいろな大先輩いっぱいいますけど、その中でも本当に恩師の恩師ですね。È un creativo, non è una, è una parte del mio mondo, perché ha fatto le cose che faccio io e delle cose che aveva dentro di sé lui, e quindi è giusto che le ha tirate fuori. Però chiaramente è una collezione che non è facile, forse, io non lo so, non è facile forse come vendita, però secondo me è una collezione interessante, un po' diversa da tutte le altre. Basta insistere nelle cose, far capire il suo pensiero e sicuramente avrà successo.日本ならではの、ただ決してその日本びいきしているわけではなくて、その西洋の、こういうメンズの世界のスタンダードみたいなものを踏まえた上で、いかに僕のスパイスみたいなものを振りかけて、まあ、他にはない世界を作るかっていうものを、まあ、やってきたんですけど。教わってきた先輩方やこっちの知り合いと何か一つ、対等にコミュニケーションできているような、そんなのが今の僕の、まあ、仕事を通しての、喜びでもありやりがいでもあるかな。